私は今阿蘇山に来ています。3月に入り暖かくなってきたので、阿蘇山に生息する動植物も春支度を始めたのではないでしょうか。そこで今回は福井の豊かな自然を学び知ることができる福井市自然史博物館をご紹介します。こんにちは。こんにちは。お待ちしておりました。館内を案内させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは常設展示室から案内させていただきます。こちらは阿蘇山自然大図鑑といいまして、阿蘇山の地形や自然などを紹介しているコーナーになります。まずこちらの大きなジオラマは阿蘇山周辺の地形をかたどったものになります。こちらが阿蘇山、そちら側が八幡山、でこちらが宇佐子山となっています。これら3つの山を合わせて阿蘇三山という呼び方もあります。阿蘇山は福井平野の中にある標高 116.5m の孤立丘陵です。この山は市民の方々にとってはもちろん、多くの動植物にとっても豊かな命を育む生育の場であり、市街地に残るオアシスのようなものとなっています。今僕たちはこの中でどのあたりにいるんですかね。この中の向かって右側の方、向こう側の鉄塔のもう少し右側にある建物がこの博物館になります。阿蘇山には他にもこちら阿蘇山公園遊園地などもあります。ああ、こちらなんですね。こちらでは阿蘇山に生息する動植物の標本を展示しています。こちらは植物の標本ですね。はい、阿蘇山には木の仲間が約170種、草の仲間が約470種、そしてシダの仲間が約80種確認されています。市街地の近くにある小さな山ですが、四季折々のさまざまな植物を見ることができます。これからの季節はどんな植物が見れるんですか。はい、まずこちらの菊崎一芸、こちらは3月から4月頃に主に林の中で見られる植物ですが、博物館の近くの斜面などでも咲いている場所があります。それからこちらの山桜、桜といって一般的にイメージするソメイヨシノは花が咲いた後に葉っぱが出てくるのですが、こちらの山桜は花と葉っぱが同時に出てくるという違いがあります。これからお花見の季節ですから楽しみですね。そうですね。阿蘇山にはたくさんの動物がいるんですね。はい、阿蘇山では現在11種類の哺乳類と約70種類の鳥類が確認されています。70種類。哺乳類の多くは夜行性のため、人の行き来の多い阿蘇山でもあまり知られてはいません。小動物のアカネズミやコウベモグラなどは他の動物の餌となることで阿蘇山の生態系を支えています。タヌキやアナグマなどは小動物やあるいは果実などを食べる雑食性の生き物です。特にタヌキなどは糞に柿の種が多く含まれているなどして、阿蘇山の果実がタヌキの餌となっていることがわかります。お、びっくりした。上にも動物がいるんですね。あ、コウモリ、あ、ムササビもいるんですね。阿蘇山では1年を通して野鳥を観察することができます。こちらのシジュウカラなどの流鳥は1年を通して見ることができますし、キビタキなどの夏鳥は初夏にこの阿蘇山にやってきます。また晩秋にはツグミなどの冬鳥がやってきます。その他エゾビタキなどはより北にある繁殖地に向かう途中に阿蘇山を休息地として利用しています。阿蘇山は休息地としても重要な役割を担っているわけですね。次に紹介するのは京都の生い立ちコーナーです。身近な岩石や化石から、福井の大地がどのような歴史を歩んできたのかを紹介しています。福井の地質は、いろんな時代のさまざまな岩石によって構成されています。古い時代の地質としては、日田帯や美濃丹波帯などの地質で構成されており、その上に新しい時代の地層が重なって福井の大地が形成されています。福井市内はどんな地層になっているんですか。市街地などの福井平野はごく最近の新しい時代のに堆積した地層となっています。
また三山の方や海沿いの方などはもう少し古い時代の地層が出ています。ではこちらのテーブルを回してみてください。はい、この上から吊るされているのは磁石ですね。では回してみます。お、この下の岩に磁石が反応してますね。動いてます動いてます。あ、この岩も動いてますね。あ、この岩が磁石の性質を持ってるんですね。岩石を構成する鉱物には、磁石の性質を持っているものがあります。これらは、溶岩の中なんかにあるときは、方位磁石のように、北を指し示すのですが、岩石が固まると、その時の、向きを保ったまま固定されてしまいます。そのため、この岩が固まった時に、その地層がどちらの方角を向いていたのかが分かります。アンモナイトは、恐竜の生きていた時代、中生代の代表的な生き物です。こちら、大野市などに広がる手取層群からはアンモナイトの化石が20種類以上見つかっています。こちら20種類の中には暖かい海に住んでいたものから冷たい海に住んでいたものまで様々見つかっており、当時の大野市周辺が暖流と寒流とがぶつかる地域だったということが分かります。こちらはアスワ植物群です。アスワ川の上流で化石が見つかって、そこから名前が付けられました。アジア最古のハスの葉の化石であるとか、アスワの名が付いたソテツの化石であるといったような中生代を代表する植物の化石が見つかっています。深谷町は新生代の植物化石が見つかっていることで有名な場所です。これらの植物は温暖な地域の植物が多く見つかっており、これらが生息していた大体1500万年前は今よりも暖かい時代だったということが分かります。こちらの貝化石は高浜町の工事現場で見つかったものです。こちらを地層の下の方から見ていくと、内湾から干潟に、そして平野部へと移っていったことが貝の種類から分かります。福井平野もこのようにだんだんと平野になっていったものと考えられています。続きまして、郷土の自然のコーナーです。このコーナーではジオラマによって自然の現状を紹介しています。あちらが海の貝や植物など海の自然、こちらが、川の鳥や魚など川の自然、こちらが、山の生き物、そしてこちらが農村部や里山などの生き物を紹介しています。あちらにある町の自然というのは何ですか？都市化が進むにつれて、自然環境というのはどんどん失われて、このような公園などの人工的な環境が増えてきています。このような環境では鳩であるとか西洋タンポポのような外来の動植物が増えてきています。これらはいずれも人の多いところでも生息することのできるたくましい生き物と言えます。カラスもそうなんですか？はい、カラスもたくましい生き物たちの中の一つと言えますね。ところで、この街中で見かけるカラスに2つの種類がいることをご存知ですか？2種類いるんですか？はい、こちらは、くちばしの細いハシボソガラスという種類です。この他にもっとくちばしの太いハシブトガラスという種類がいます。街中でカラスを見かけたときはどちらなのだろうかと見比べてみるのもいいかもしれません。今ご紹介した3つのコーナーは常設展としていつでもご覧になることができます。またこの他にも定期的に、特別展など企画展を開催しております。今年の春の企画展は阿蘇山の自然を題材としたもので、3月の21日から5月の18日まで開催しています。また2階に上がっていただきますと、白山テラスがあります。晴れた日には、遠く白山を見渡すことができます。春には阿蘇川沿いの桜並木を上から楽しむこともできます。これはぜひ桜が咲く頃に一度来ないといけませんね。そして自然史博物館では阿蘇山をはじめ福井の自然を体感できる自然史講座や屋上の天文台の望遠鏡を使った天体観望会を定期的に実施しています。今日もこの後天体観望会と自然史講座があります。そうなんですか、楽しそうですね。私も参加していいですか？もちろんです。やった。今日は冬越し昆虫の観察会だそうです。ワクワクしますね。
では行ってみましょう。あとあの藁にもねダンゴムシなんかがいると思うのでよく見ると。勇気のある人は匂い嗅いでみてください。嗅いでみる。あ、どうぞ匂い嗅いでみたら見せてもらって。見つけてやるぞ。やっぱり普通のカメムシの匂いだね。あのこれさっき言ってたエサキモンキツのカメムシです。そこにいるんですね。あ、いたいた。一匹ちょっとねあのあります。でここ興奮って言ってあの注射みたいになってて、ここを使ってその毛虫とかにブスって刺してその体液をこうストローで吸うみたいな感じで栄養を、取ってます。続いては建物の中に戻って朽木の中の昆虫の観察をしています。どんな虫が見れるんでしょうか。新しいのもらえるの？はい、ファシミ新しい木もらってるの？何かな？何かわかんない。やつでかね。うわぁ、すごいね、この木に。当たりだね。当たりや。はい、はい、はい。ちょっと木回り説明したい。すごい！すごい木が出てきた。大きいの。あ、これ木回りじゃない？よいしょ。はい。はい。よいしょ、出ました。わー、出た出た。いいよ、取って。はい、ひまわり出た。よかった。もうすごい捕まえるの早い。すげーやばい。いたこれ入れとく。はい、土入れて、はい、準備できることだったかね。この中には何がいるのかな。カブトムシの幼虫です。これは持って帰ったらどうしますか。お家で育てて成虫になったら、虫相撲で優勝したい。虫キングだね。昆虫観察会どうですか。楽しいです。楽しいね。どんなところが楽しいですか。探すのがワクワク。どうですか、お子さんは普段こういった虫に触れるような機会ってあります。普段はないです。あんまりないです。はい、ね、実際この会に一緒に参加してみてどうですか。あのやはり家ではあまりあの一緒に見ることができない虫をあの一緒に探したりできて、あのすごいいい体験ができたなと思いました。大盛況でしたね。そうですね、おかげさまで無事に。ちょっと天候がね途中あの崩れてしまって外が、まあ、思ったようには回れなかったんですけど、まあ、でも薪わらの中からもですね昆虫見つかりましたし、朽木採集も、まあ、思った以上にといいますか、昆虫いろんな昆虫が見つかったので良かったのかなと思いますね。冬のですと野外の観察ですと昆虫がねなかなか見れる、確実に見れるものではないので、ただ朽木であれば、まあ、必ず何かしらの昆虫は見れるということで、あと、まあ、あの朽木を割る作業自体がですね、あの初めてやる子にとっては、まあ、楽しい作業なのかなと、昆虫を見つけるっていう作業が、まあ、楽しい作業なのかなと思いますので、まあ、そういった意味であの、まあ、皆さん楽しんでいただけたとも思いますし、まあ、良かったのかなとは思いますね。子供だけでなく親御さんもすごい興奮されてましたもんね。そうですね、なかなかあの親御さんも、まあ、子供さんと同じで見たことがない昆虫がいたりとか、まあ、知ってはいるんだけどなかなかまじまじと見る、あのじっくりと見るあの機会のない昆虫なんかをですねじっくりと見ていただいて、まあ、大人の方もですねあの昆虫を改めてですね関心を持つようなきっかけになったら、まあ、この成功なのかなというふうに思いますね。では次回の講座について教えてください。次回はですね、4月5日に、春の浅間山を歩こうという講座がありまして、まあ、早春にですね浅間山を歩きまして植物昆虫を、観察するという、講座になります。申し込みは3月の28日の金曜日必着で、往復はがきでですね、博物館までお申し込みいただければと思っております。さあ本日は本来ならばここから天体観望会が行われる予定だったんですけれども、あいにくの天候により残念ながら中止となってしまいました。ですが特別に館長に天文台の中をご案内いただけるということで、どうかよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではあの早速ご案内しますので、はい、どうぞ、はい、天文台の中へ入りました。館長、大きい望遠鏡ですね。そうですね、
この望遠鏡でどのぐらいまで見れるものなんですか？はい、望遠鏡の性能はですね、はい、この筒の前の方についてるレンズの直径で決まるんですけれども、はい、それがここは20センチあるんですよ、うん、レンズの径がね、うん、そうしますと惑星の土星という輪のある星がありますね、はい、あれですとその輪の表面にある細かい筋模様が見えたり、うん、今接近中の火星ですね、はい、と南極と北極に氷があるんですよ、はい、極寒というんですけれども、はい、その白い極寒が日を追うごとにどんどん小さくなっていったり逆に成長したりとかね、または火星がこう自転する時の模様が見えたりとか、かなり詳しく見えますよ。本当に星の細かいところまで見えるんですね。うん、まずドーム の窓を開けます。スリットというんですけれども、このスリットをこう開けますね。こう縦に隙間が開くわけですね。で見たい星の方向に望遠鏡を向けるということになります。でこのドーム自身がこう回転もしますのでね。本当ですか？はい、では望遠鏡をちょっと操作してみますね。はい、お願いします。これバランスが取れてまして簡単に動くものですからね、はい、でスイッチで緩めて見たい星の方向にこれを大まかに向けます、はい、であとこのファインダーという広い空をいっぺんに見える望遠鏡がありまして、はい、これ の中を覗きますとね、こう十字の線が張ってありまして、はい、その中央に星をこううまくね調節して入れて、でこれをロックしましてね、うん、からあとここをこう覗きながらこれこうピントを合わせるんですよ、うん、でその星がはっきり見えた位置で、はい、今度はこのレンズをこう回しますと倍率が変えられますね。ここで、そういうふうな仕組みになってますね、はい。実際にご覧いただくのはここからですか？まあ、この望遠鏡のまっすぐのこの方向のここからこう覗くわけですね。で回転してまたレンズを交換していろんな倍率で観察するということですね。では残念ながら中止となってしまいましたけれども、本日予定されていた観望会のお話をしていただけますか？はい、今日はオリオン大星雲を見ようということで、はい、冬の有名な星座でありますね、はい、オリオン座、オリオン座、その下の方に位置するオリオン大星雲という有名な星雲があるんですが、はい、それを観望する予定でした、はいはい、でその位置をちょっとご紹介いたしますね。すこれは皆さんよくご存知 の, オリオン座ですね。オリオン座ですね、うん、はい、こういうふうな格好がありまして、でここに真ん中に三つ星があります。ありますね。で左上の星が有名なベテルギウス、はい、で右下の星がリゲルと言いますね、はい、でこの三つ星の下にちょっとこう薄暗い星の塊があるんですけれども、はい、それのちょっと下の方ですね、うん、オリオン の神話に出てくるね、ユージャーの姿でいきますと、はい、三つ星がベルトで、はい、ちょっと探検が下がっている位置になります。うん、でここを望遠鏡でこの望遠鏡でね、はい、見ますとこんな風に見えまして、はい、その探検の部分の拡大がこれですね。でこの蝶が羽を広げたようなこの淡いところがオリオン大星雲になります。でこれをかなり のここの望遠鏡よりももっと高性能の望遠鏡を使いますと、このような素晴らしい赤い星雲がですね、幻想的ですね、見えまして、ここで若い星が成長している、誕生している、そういう場所になりましてね、有名な場所です、はい、でこれをこの望遠鏡で見ますと、はい、こんな立派には見えませんで、こんな感じでですね、はい、まあそれなりに淡いこうね、ガスがかかったような星雲の形に見えますので、はい、また別の天気のいい日にですね、そうですね、ぜひ、ぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います、はい、今日は残念ですけれども、いえいえ、どうもありがとうございます。では次回以降の観望会についてのお話を伺いますか？はい、4月の、土日、はい、5日6日と、はい、4月の1週間後の12、13ですね、はい、ちょうど花見のシーズンになりますの で, そうです、ね、でこの博物館はナイトミュージアムって言いましてね、はい、夜間開館しまして、でこの天文台も開放いたしまして、はい、で今接近中の火星と、はい、それから木星ですね、はい、この2つの惑星をこの望遠鏡で拡大して見てもらおうと思っています。もう下を見れば桜並木、上を見れば火星と木星、もうどちらを見ればわからないほど綺麗な景色が見れるわけですね。で6月頃にはこの土星ですね、はい、先ほどお話ししました、はい、土星の輪とかね、その土星の衛星が見れますし、はい、
10月にはあの皆既月食がありますので、はい、その月食の時にもあのまたこう天文台が配布しまして見ていただこうと思っております。これからもイベント盛りだくさんということですね。ぜひあのいらしてほしいと思います。ぜひ訪れたいと思います。ありがとうございます。阿蘇山の豊かな自然の中に立つ福井市自然史博物館、館内の標本を見たり自然観察に参加したりすることによって自然の興味と理解が深まりました。皆さんもぜひ福井市自然史博物館に足を運んで福井の自然について考えてみるのはいかがでしょうか。